ディーゴン。あんたに、ああ、言われたことを考えてみた。このキャンプのために何か恩を返すことができないかって。ああ、それで？ちょっといいか。見せたいものがある。ああ、少しなら構わないさ。どこへ行くんだ？湖の北にある洞窟を知ってるか？知ってる。来い。遅れるんじゃないぞ。ああ、わかった。行こうか。どうせ沼地を通るんだ。泥にはまってるフリーカーがいないか見てみよう。洞窟に行ったことは？何年か前にな。子供の頃はあの洞窟に入り浸ってた。親父が地質学者を気取っててな。どうやらフリーカーが泥にはまってるみたいだな。ああ、みたいだな。よし、任せ。上出来だ。スキッゾに沼地担当にされそうだな。スキッゾがやればいいんじゃねえか。それでだ、親父に洞窟がどうやってできたか延々と聞かされた。外側の溶岩だけ固まって中心部が川のように流れ続けるとできるんだ。メトリウスとかでかい洞窟が有名だが、この辺りには洞窟が山ほどある。よし、ハイウェイに近づいてきた。静かに行くぞ。おい、危ねえ、かかめ。おい、何なんだこれは。こんなことのために呼んだのか。フリーカーの悪臭を嗅がせるために。まあ、いいから。ほら、こっち。ちょっと待て、一体どこへ連れて行く気だ。いいから。ほら、あまり近づくな。伏せてろ。何をする気だ、ディーコン。ドリフターでもこんなに馬鹿げたことはしないだろう。まあ待て、夏になるとカリフォルニアからの観光客で97号線と5号線が麻痺してたって話してたろ。ああ、人が多すぎてひどい悪臭だった。きっとあんたが言ってた通りだ。フリーカーをいくら殺しても数が減らない理由はその観光客どもにあるんだと俺は思う。どういうことだ。考えてみろよ。俺はもう1年以上もフリーカーどもを買ってる。ブーザーもだし、リッキーやスキッゾも今までにどれだけやったと思う。わずかだろ。かもしれないが、それにしたって数が一向に減らない。何が言いたい？あの大群のせいだ。サンティアムハイウェイをうろついてる何千って数のフリーカーが毎晩カスケードの北にあるロストレイクになだれ込んでくる。だから数が減らないんだ。奴らがカリフォルニアから来てると。ハイウェイは使えないし、もう何年もサンティアムさんを超えた者はいない。でもハイウェイが使えなくなった理由はフリーカーどもがそこを通るからだろう。とにかく俺が言いたいのは、大軍が毎晩押し寄せてきてるのに止める手立ては何もないってことだ。ああ、その通りだ。昔止めようとして多くの犠牲を出したからな。知ってるさ、俺もいた。そして大軍が通ると必ずはぐれる奴が何体か出てくる。あるいは分裂して散ったり、そうやってフリーカーがはびこる。見渡す限りな。ああ、そこら中悪臭を振りまきながらな。大軍の侵入を防ぐ方法さえ見つかれば、奴らの数を減らすことができるかもしれない。安全になったら農地を取り戻し、水も引ける。ああ、だがどうすればいい。お前もよく分かってるだろう。あの大軍とやらにはかないっこない。こういうわけさ。ああ、こいつはたまげたな。だろう。奴ら